伊勢湾は本州の太平洋側に存在する湾の一つである。その水域面積は定義によって変わるものの、日本列島においては規模が大きい湾とされる。紫色の部分が伊勢湾である。濃い青い色が大王先からイラゴまでとした場合の範囲。ランドサットによって宇宙から撮影された伊勢湾付近の画像。なお、写真の左上に映っている水域は琵琶湖であり。 伊勢湾ではない。一般に、伊勢湾の範囲は、三重県鳥羽市の古田石島と、愛知県田原市の伊良子岬を結んだ線の北側の海域から三河湾を除いた海域を意味する。しかし、稀に東市島ではなく、大王崎から伊良子岬を結んだ線を基準とする場合がある。いずれの範囲の場合でも、中部地方と近畿地方の間に存在する湾であり、 三重県と愛知県に面する。伊勢湾は、イラゴ水道を通じて、太平洋の一部であるフィリピン海と結ばれている。なお、伊勢湾は、平均深度は19.5メートル、最深部の湾中央でも38メートル程度に、過ぎない。伊勢湾沿岸は盛んに干拓による、水田開発や、埋め立てによる工業用地造成などが行われてきた場所で、 ポートアイランドや中部国際空港などの人口等も造成されたものの日本列島に存在する湾の中では水域面積最大を維持している。伊勢湾は奥行きに比して湾口の狭い閉鎖性水域であり周囲を取り巻く陸地から生活排水や工業排水や河川水などの流入がありさらに海底が凡譲をしている影響でフィリピン海との海水交換が少なく 水質が悪化しやすい。伊勢湾の水質については、特に夏場における、貧酸素水界の形成が問題視されている。貧酸素水界は、大雨後に、晴天や、水温の上昇、穏やかな潮流が続いた場合に発生しやすい。なお、この条件は、梅雨時期から夏季に整いやすい。その背景は、まず大雨後に、伊勢湾へと注ぐ幾多の河川から栄養塩が大量に、 流入し、植物プランクトンに必要な物質が揃ったところに十分な太陽光が加わった結果、海水氷層で植物プランクトンが大繁殖する。特に潮流が穏やかな場合は赤潮が発生に至りやすい。その後、大繁殖したプランクトンが栄養塩の枯渇や気象変化等により大量死した際にその死骸は沈降する。死骸は 海底で微生物により分解される際に、溶存酸素が大量に消費され、貧酸素水害が発生する。さらに下記は強い日射により、氷層水温が上昇するため、水温清掃が発達し、加えて大雨や河川水の流入によって、密度清掃が顕著になると、湾内の海水の延直混合が妨げられる。この結果、 より大規模な貧酸素水界が発達しやすくなる。貧酸素水界は、梅雨後期に発達し、夏季に最盛期を迎え、周期に海水温の低下に伴い、減水する。また、日本列島沿岸を流れる黒潮が蛇行して、伊勢湾湾港から離れている場合は、外目密度の海水交換量が減少し、これも貧酸素水界が発生を助長する。 これらの要因で発生した貧酸素水解は、逃避能力が低い二枚貝などの低生生物に大きな影響を与える。低生生物に限らず、海水中に十分な溶存酸素がないと生きられない水生生物が窒息死すると、その死骸が皆そこで微生物によって分解される際にも溶存酸素が消費され、同様に貧酸素水解の発生につながる。加えて、 特に低生生物は海水中の有機物を食料として消費することで水質浄化に大きく寄与していることで知られるが、低生生物の窒息死に伴い、この水質浄化も滞り、さらなる水質悪化を招き、これも赤潮の発生を誘発しうるなど悪循環に陥る。なお、貧酸素水海が海底に発生している状況下で、 陸から沖方向へ強い風が吹くと、水面近くの水が沖方向へ流され、海底近くの海水が湧き上がる現象が発生する。しばしば貧酸素水海には微生物の作用によって硫化水素が含まれており、硫化水素などを含んだ貧酸素水海が上昇してくる現象を青潮といい、沿岸漁業に大きな被害が発生する場合がある。 伊勢湾に流れ込む河川の流域住民や行政の協力によって下水処理場や工場での排水規制や農業での肥料使用量の削減、畜産業での家畜排泄物の適切な管理等の不栄養化対策が進められてきた。しかし今なお夏季の貧酸素水害の解消には至っていない。一方で不栄養化対策が一定の効果を見せ、伊勢湾の栄養使用の濃度が 柿以外にも執念を通して全体的に低下してきたことに伴い植物プランクトンの量の低下を招いたとも言われる。近年では伊勢湾中南部の沿岸を中心にアサリやシジミ等の二枚貝は餌不足等によって漁獲量が減少し、またコーナゴ等の小型魚類の漁獲量も低迷しているなど漁業への悪影響も懸念されている。そこで 貧酸素水害を解消する対策として、下記に海水の流動性を向上させることが必要と考えられている。一つ目は、港湾や防波堤内などの人工構造物によって発生した低体水を何らかの方法で流す、いわば水平方向の海水の流動性の確保である。もう一つは、延直方向の海水の流動性の確保である。一般に垂直な護岸は、 吹き草流などによって発生する、有生流のような延直方向の海水の流れを阻害する。何らかの方法で、低層水と氷層水の混合を常に行うなどして、低層に貧酸素水界が滞留しないように、氷層の溶存酸素が低層へと供給されるように、するわけである。赤潮や貧酸素水界に多大な影響を受けているとはいえ、伊勢湾内では、 漁業が営める程度には、魚類や貝類の生息が見られる。例えば、刺し網を用いた漁が行われており、また、フグの水揚げ量が比較的多い海域として知られる。また、沿岸では、アサリやバカガイなどが漁獲されている。そもそも、伊勢湾は日本において、商業捕鯨が発祥した地であり、かつては非常に豊かな生物賞が見られた海域であった。イラゴ岬をはじめ、 湾内の各所にはかつて、日本アシカの生息地が存在した。また、かつての伊勢湾内は、クジラ類にとって、祭事や子育て、休息の場であったと考えられている。現在でも、しばしば、熊野灘では見られる、マッコウクジラや、ザトウクジラが、ごく稀にだが大型のクジラ類が、伊勢湾内にも姿を現すこともある。さらに、 絶滅寸前である西国クジラが周辺海域に海遊する可能性も示唆されている。また、伊勢湾及び三河湾は砂メリの生息地であり、時には藤前日形周辺にもいつく事例が見られた。その他、2000年代から派生イルカの群れが定着し始め、これは地球上で特に高緯度にいつく個体群の一つとして知られている。オキゴンドウやハンドウイルカが 混合群で現れることもある。なお、海水哺乳類は、肺呼吸を行っているため、単なる貧酸素水解であれば、直接の窒息死の原因にはならない。伊勢湾の奥の省内川、新川、日光川の川口部に位置する、藤前干潟は、日本列島で最大の渡り鳥の平市として知られる。これは、伊勢湾に限った話ではないものの、伊勢湾にも様々な海藻が生育している。 漁業に関して言えば、海苔の養殖が行われている。また、中部国際空港の岸壁に生育する赤木が話題になったこともあった。伊勢湾は南向きに湾口を持つため、台風の風などのために高潮の被害を受けてきた。例えば、1959年9月26日に紀伊半島に上陸した伊勢湾台風は、伊勢湾沿岸に大きな被害を及ぼした。また、 東南海地震が発生した際には、大規模な津波に襲われることも懸念されている。これに加えて、大規模な断層である、鶴ヶ湾伊勢湾構造線が走っており、直下型の大規模な地震も考えられている。伊勢湾の沿岸には、大規模な貿易港が複数箇所整備されている。加えて、沿岸には、多くの工場やコンビナート、さらに、産業用倉庫群が立ち並ぶ。 名古屋県にとって物資の海上輸送には欠かせない海域であり、海の玄関口の役割をする。また、名古屋という大規模な消費地と近接しており、伊勢湾内では漁業も営まれてきたほか、沿岸の干拓地では農業も行われてきた。この他に伊勢湾周辺の観光資源を活かした観光業も見られる。2005年には伊勢湾内に 人工島を築いて建設した中部国際空港が愛知万博に合わせて開港した。それ以来、中部地方の空の玄関口として多くの国際、国内線が運航されている。なお、旅客機に限らず、貨物機の運航も行われている。御在所竹から望む伊勢湾。中部国際空港の人工島が下半島の沿岸近くにある。名古屋港と四日市港があり。 多くの大型船舶などが行き交う。伊勢湾の沿岸には、中世に、桑名、大港などの港町が、商業、海運の中心地として栄えていた。これらの港町が、機内から伊勢湾を経て、東海、関東地方を結ぶ交易ルートを形成していた。また、かつての街道であった東海道には、七里の私と呼ばれる回路も存在した。これは、宮宿から、 桑名宿塾までの伊勢湾北部を船で渡る経路であった。ありがとうございます。